七夕は、織姫と彦星という二つの星の伝説が元になっている行事で、毎年7月7日に行われます。七夕は、恋人同士が年に一度再会するロマンチックな日とも言われています。彦星と織姫。織姫はベガ、彦星はアルタイルの星のことです。織姫と彦星は恋に落ち、お互いに夢中になって仕事をしなくなってしまいました。怒った天の神様は、二人を天の川で引き離してしまいました。神様は年に一度だけ7月7日に天の川を渡って二人が会うことを許しました。多くの人が7月7日が晴れるように願います。もしこの日に雨が降ると天の川の水かさが増して織姫と彦星が会うことができなくなってしまいます。七夕には、織姫と彦星の再会をお祝いするために、笹を飾ります。笹には、短冊と言われる細長い紙や、紙の飾りを吊るします。織姫と彦星が無事に会うことができると、短冊に書いた願いが叶います。彼氏100人欲しい。おじいちゃんがカエルになりますように。僕のお父さんに毛が生えるように。蚊に刺されませんように。